日吉中畑ララ中畑日吉ララ中畑はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。ついにね、こうクリスマスウィークがやってきました。で、今日からですね、クリスマスウィークということで、もう目いっぱいクリスマスのアレンジメントをこう、いくつあるんだ、でもそんなにないか。まず第一弾はこちらの、この定番のね、この器にもうめちゃくちゃ素敵なクリスマスアレンジメントを制作していきたいと思います。やっぱりね、このクリスマスっていうとクリスマスアレンジなんですよ。とにかく行ってみましょう。メリークリスマス。どうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まずはこちらのウィンターベリーですね。ウィンターベリーをアレンジに入れていきましょう。これなんとなくね、こうアウトラインを取っていきます。こんな感じですかね。これでなんとなくね、アウトラインを取っていきます。はい、そしたらこの次にユリをね、入れていきます。はい、そしたらここでね、このカラーを入れていきましょう。でなんとなくこうね、アウトラインがまた膨れ上がりましたね。でカラーは本当はね、ラストとかで入れた方が精度しやすいんですけど、ただフォームにね、やっぱ刺さらなくなってしまうので、このタイミングで入れなければいけません。だから他のものを入れた感覚で全てをね、こうこの間に入れていくものを頭に置いてで入れていかなきゃいけないのはちょっと難しいですね。はい、ではここでね、この氷室杉を少し入れてファンデーションワークをしていきましょう。はい、ではここでクリスマスフォーリーをね、入れていきましょう。はい、クリスマスフォーリーが入れ終わりました。次に、
このアレンジにコクを出すためにこのユーカリをね入れていきます。数種類のこういろんなね枝物とかを入れていくことによって結構このクリスマスアレンジってコクが出てくるんですよね。やっぱこういうそのコクを出すためにこういうアイテムが必要なんですよ。レディゴーレディゴーレディ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 ゴーレディゴーレディ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 ゴーレディゴーレディゴーレディゴー少しも寒くないわ。はい、ユーカリが入れ終わりました。ではここでさっきね、ユリを入れた時にちょっと弾いてた先っぽの部分とかがあるんでそれを入れときましょう。はい、次にこのプルモサスをね入れていきましょう。で少しこのドラセナのね、カプチーノを入れてコクを出しましょう。はい、そしたら最後にユーフォルビアを入れていきましょう。こちらですね、ユーフォルビアです。はい、こちらでアレンジメントは完了です。ではね、正面からアップルージュを見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こう人工的に作られたね、こうきらびやかな感じじゃなくてちょっとこうナチュラルテイストが残ったクリスマスアレンジメントですね。僕はね、こういう感じが大好きです。なんかこうあんまりきらびやかなやつもやれって言われればねもちろんできますけど、なんかそういうのよりはこうナチュラルテイストの方が好きだし、多分誰にも負けないと思います。ではですね、またこれがラストになるかどうかまだありますね。クリスマスアレンジメントを紹介していきたいと思います。では良いクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。